ホプキンスブラザーストアは、バージニア州アコマック・軍オナンコックのウォーターフロントにある、歴史的な商店の建物。単純な加工式構造で、2階建てのブロックと、それより少し低い2階建ての袖と差し掛け小屋から、なっている。この建物には、角に付け柱があり、腕木付きの方ーニスが施され、屋根裏に当たる部分に、ゴシック建築風の窓が設けられている。 ホップキンスブラザーは1842年にキャプテンスティーブン・ホップキンスによってスティーブン・ホップキンスさんとして設立され、後にホップキンスブラザーと改名された。この事業は1965年に廃業するまで一貫してホップキンス家が家族経営に当たった。この事業は東海岸における商業や海上交易における拠点の一つとであったが、 1838年から1964年までの詳細な店舗業務の記録が残っており、寄贈を受けたバージニア歴史協会の所蔵となっている。建物はホップキンス家からバージニア高校保全協会に寄贈され、英家によって移動した上で保全され、後にはバージニア東海岸歴史協会の所有となった。保存建築とされて以降もレストランとして使用されている。 この建物は1969年5月13日にバージニアランドマーク登録がなされ、同年11月12日にはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に加えられた。この建物はオナンコック歴史地区内に位置している。ありがとうございます。